全てはこう考えることから始まるわけですよ。だからその考え方、思考の幅が広ければ、ね、行動の幅が広がって、行動の幅が広がったら結果の幅が広がって、結果の積み重ねが人生だったら人生の幅が広がるでしょ。だから思考の質が高ければ行動の質が高くなって、結果の質が高くなって、人生の質が高くなるでしょ。つまりいかに考えていくかっていうことが大事で、その考えっていうのをいかに紙に書いて、ね、言語化するか概念化するか視覚化客観するかっていうのはすごい大事なわけですよ。でその考え方の一つのツールとして発想法っていうのがあります。クリエイティブに考えるツールです。でその一つがマンダラチャートっていうものです。でこれの書き方を少し教えて実際にやってみましょうねっていうことで、マンダラチャートっていうのはこうやって9×9のマスで出来上がっていきます。で一番真ん中のマスに自分の考えたいテーマを書きます。例えば、さっきのあれで言うと、将来カフェをオープンしたいですっていう夢があったとします。目標があったとします。そしたらカフェをオープンしたいってここに書くわけですよ。でカフェをオープンしたいって真ん中に埋めたら、それからこう思いつく8つの大きなキーワードが出てくるはずなんですよ。例えば場所どうしようとか、お金どうしようとか、メニューどうしよう、スタッフどうしようとか、ね、出てくるわけですよ。でここ場所どうしようっていうキーワードを書いたら、ここのキーワードをこの左上の真ん中のここに同じように場所どうしようって書きます。そうするとカフェオープン場所どうしようって感じなんでしょ。で今度場所どうしようって思い出したら、そこから思いつくキーワードがまた8個ぐらい出てくるわけですよ。場所どうしよう、駐車場いるよねとか、海沿いがいいですとか、古民家がいいですとか、やっぱり糸島かなとか、家賃15万以内とか、ね、ウッディーな感じとか、お金どうしようって言ったら貯金300万ありますみたいな、親から100万を借りれるねみたいな、クラファンで100万集めようか、どっかの補助金探してみるとか、誰かに泣きつくとか、ね、メニューどうしようとかだったら、アルコールは絶対出そうねとか、ランチはどうだらとか、ね、そうやって漠然としたカフェオープンしたいっていう言葉が8個の核となるキーワードとなってできて、それからまた8個のキーワードとなっていくっていう感じで、一つのキーワードから981こうまあ、重なりがあるので、ね、マイナス8ですけど、まあ、81の具体的なキーワードとなっていく、これが自分の夢とか目標を具体化していくっていう作業です。で、まあ、そのために使えるのがこの発想法の一つであるマンダラチャートっていう方なんですけど、それ実際やってみましょう。じゃあ、今日の最初のトレーニングはですね、自分の人生を構成する重要な要素っていうのでやってみましょう。1ページです。1ページ目。はい。じゃあ自分の人生を構成する重要な要素っていうのを8個まず周りに書いてみましょうか。少し隣の人とペアになってどんなこと書いたかお互いちょっと説明しちゃってみましょう。いい、何でもいい、思いつくことなんでもいい。うどん屋さんの名前みたいな。だからちゃんとこう自分のこうなんていうか構成するものとか考えたことなかったんで、なんかこれが自分にとって大事なんだなっていうか改めて感じれました。でそれによってこう分けていくことで、なんかこう客観的にこれをすればいいんだなみたいな、なるほど、のがちょっと見えたなっていうところです。自分が何にこだわっているかが見えた気がしました。共感とか時間とか、いくつも9つあるマスの中でどうしても外せないワードで何回も出てきたので、自分にとったら一番大事なんだなっていうのが可視化できました。まあね、私もこう45年生きてきて、いろんな経験とかいろんな体験ってしてるつもりで、大切なものをいっぱい作り上げてるつもりだけど、それってやっぱり抽象的なものなので、時間が経つと流れていくので、それをちゃんと言葉にして概念にして、自分は本当にこれを大切だと思ってるんだっていうことをちゃんと形にしていくと、ね、それが土台となってこれからの人生が積み上げられていくので、やっぱりこういう作業を定期的にやるっていうのは
大事かなというふうに思いますし、ちなみにこう私もやったことがあるんですよ。2015年の12月に佐藤剛氏を構成する重要な要素ってバーッと書いてみたんですよ。これ一個一個見るものじゃないんですよ。でその半年後にまたこれ作り直してみたんですよ。でそうすると黄色の部分が新しく出てきてくること、つまり半年間でもう結構こう新しいことが出てきて、この1年後にこんだけ変わってる。つまり1年ごとに多分こういう作業を定期的にやってみることで自分の変化とか成長が分かるわけです。何を今大事にしようとしているのかみたいな。だから、ね、幸せにな人生を送るための重要な4本の柱の1番目が自己実現と成長っていうのがあったと思うんだけど、成長って自分ではやっぱり見えにくいですよ、ね、さっき言ったように。だけどこうやってこういう作業を定期的にやることによって自分の変化とか成長とかが見えやすくなっていくので、たまにはこういうことをねやってみて自分を客観視する、自分の成長を自分で確かめるっていうのは有効かなというふうに思います。